オードリーのオールナイトニッポン。試合の時にね、春日はいつも必ず着ている T シャツが、はいはいはい、まああったわけですよ、はいはい。試合の時だけに着る T シャツがね、それを着るとこうテンションが上がるみたいな。ありましたね。その T シャツっていうのが、なんですか、アメフトだからショルダーをこう着てるじゃないですか。うん、その下の T シャツだから、はいはい、T シャツのこう半分以上は見えないわけじゃない。だからそれをいいことに、乳首のところにね、このちょっと穴を開けまして。ちょうど乳首だけ、ね。ちょうど乳首だけ穴を開けて、まあそれがなんか見えなくて、まあその T シャツ着ると、こうなんか、周りの人はわかんないんだけど、一人だけその秘密を抱えてるみたいな感じで、こう、テンションがグッと上がって、いつも以上の力が出せるわけですよ。ね、押しが強くなったりとか。はいはい、まあ、それを着ていたわけじゃないですか。はいはい、で、ある時ね、試合がボロ負けしまして、で、まあ1年生の時ですよ。で、試合後にその、いつもやらない緊急ミーティングが開かれて、ありましたね。キャプテンがものすごく切れてるわけですよ。はい、不甲斐ないって言って。ビデオ見ながらね。ビデオ見ながらね。はい、でね、いつもそんなことないから、乳首 T シャツが見つかる危険もないんですけど、まあまあまあ、そのミーティングがあったからね、みんなショルダーとメット取って、臨むわけじゃない。はいはい、で、数が乳首が丸出しですよ。だから絶対バレたらもう偉いことになりますから、はい、ずっとこう腕を組みながらね、そのミーティングを聞いて、どやされてたわけじゃない。はいはい、で、下級生なのに、1年ですからね。1年生なのに、はい、先輩のそのね、お叱りを腕組みなんかしながら聞いてるわけだから、まあ、見つかるわけじゃない、で、見つかるキャプテンにお前ちょっと来いって言われて、ね。なんだその態度は。なんでお前下級生なのに腕組みして聞いてんだっつって。あの時ほんと1年全員が、これは大変なことになるぞと思ったよ。そうでしょ。えらいことになったと思ったよ。ね、腕組み解けって言われたら、バッと解いたらさ、それはもう本当に。いや、もうこれはね、毎日、毎日その T シャツ着てたんですよ、春日は。その先輩に対する自分の挑発と、燃えるんだよね、春日は。まあ、まあそうね、まあ、最初にね。うん。そう着てて、これはもう偉いことになるね。緊迫感走りましたよ。そうでしょ。で、こう、何回も言われるけど、お前なんで腕組みしてんだって。腕組みお前外せって言われて。で、やつ。ずっと言ってね。前呼ばれてね。前呼ばれて。春日キャプテンの押し問答ですよ、1対1の。腕組みもちゃんと聞けって言われて。で、もう、絶対こう外されるわけですよ。で、キャプテンがゴーを見やしてね。バカ野郎って言って、バセーンってこう、ビンタして、春日が吹っ飛ぶわけですけども、その吹っ飛ぶ時も腕組み下まま吹っ飛んでね、こう。バカね。絶対見えないからまずいから。こんなんありましたな、あれな。これを非常に思い出しますよ。腕組んだまま、なんか、甘い土下座みたいのしてたもんね。手は外さなかったからね。腕組みながらの土下座初めて見た俺、その時。そういうことなんだ謝ってんのか、お前、それ舐めてんのか、どっちなんだ日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。